したの？でも効果はありそうだよ。すごい。それじゃあ手を握って前に出して。何してるんでちゅか。こんな時間にバタバタと。からね、ちゃんとメイド服にお着替えちまっちゃおうね。この島ではメイド服を着ていなくちゃいけないの。わかった。よいしょ。スズキちゃん、着替える。ここではダメでちゅって。着替えるのは明日でいいでちゅから、今日のところは私と寝まちょう。おやつみなちゃいまち。この子は大丈夫でちゅよ。
これ。ちゃん調子悪そうだから代わってもらったのよ。あ、リニアちゃんが代わってと言ったわけじゃないよ。リニアちゃんと代わる？そう、よかった。すぐに朝食の用意をしますね。楽しそうですね。頑張ってください。無理しても続きませんよ。ふざけてるとミスも増えまちから。そうしてください。人生がでちゅか？チェック OK でちゅ。ご苦労ちゃま。
けないぞ。じゃんけん。パン。マジですよ。さあ、ここは潔くポーっと。いいえ、私が喜びますよ。またしてと海に投げ込むぞ。ったく、高博、お前まで何をやってるんだ。ジョーちゃんも嫁入り前なのに若い連中にむやみに肌を見せるもんじゃねえぜ。ほれ、さっさと来な。はーい。高木郎もさっさと来ろ。お前もいい年なんだからいつまでもバカしてるもんじゃねえぜ。作業が始まると危険だからな、もう下に降りた方がいい。ジョーちゃん、将棋はまた今度な。うん、また今度ね。あーは、楽しかった。私も仕事に戻るかな。じゃあね。
おや、旦那、まだ仕事だったの？ご苦労様。ちょっと、月のエネルギーを取り込んでたのよ。そ、月光浴ってやつ。陰の気を取り入れてるの。暗いところも好きだけど、月明かりの下ってのも好きなんだよね。